今日は開発時間を最短にするアプリの画面とデータベースの設計の仕方をアプリ開発設計テンプレートに沿ってご紹介します。こんにちは。リンシグマブラックウェットのマイクネガミです。業務改善コンサルをしています。 皆さん、パワーアップスでアプリを作成するときに、開発画面でアプリ画面を作りながら、データベースを作って、その都度必要なデータの列を加えていったりしていませんか僕も昔はそのようにやっていました。しかし、そのやり方だと、後で画面の変更やデータベースの変更が多発して、その都度その前に作った部分の作り直しがあり、開発時間が伸びてしまう主原因となります。 では、どうすればよいかというと、アプリ画面の作成の前に画面とデータベースの設計をしてしまえば良いのです。それはできれば苦労しないよという声が聞こえてきそうですね。そこで、それができてしまうアプリ開発設計テンプレートを作ったので、今日はアプリの画面とデータベースの設計の仕方をこのテンプレートに沿ってご紹介します。 肌感覚ですが、このテンプレートで開発時間が昔と比べて6分の1くらいになりました。これがそのテンプレートです。最初にアプリ開発の手順の8段階が書いてあります。ここではそれを読みませんが、各段階を順を追ってご説明します。このファイルはマクロを使っていますので、ファイルを開けたら、このコンテンツの有効化をしてください。 各段階のその段階に飛ぶをクリックするとそのテンプレート部分に飛べますそしてトップへをクリックすると手順書をすぐに確認できるように工夫がされています最初の第一段階ではプロジェクトを定義するですこのアプリの対象業務は何かどんな問題を解決し何を達成して目的は何かを明確にするのです ここでは前回の動画でご紹介した経費生産システムの開発設計を例にお見せしますこのような短い文でもこの開発プロジェクトの目的目標を明記することで後の段階で行き詰まった時にこの文章を読み返すことで次に進むきっかけにできます第2段階はアプリの業務のフローを箇条書きするですまずこのアプリを使い始めるトイガーは何かを考えます ある時期が来たら始めるのか、ある書類や情報が来たら始めるのかを明確にして、第一ステップで誰がいつ何をするかを書いて、その後時系列で全てのステップを書き出していくのです。ここで第一段階でやったプロジェクトの目的目標を強く意識して、この作業をしてください。景気生産システムの開発では、複数のアプリを作る大きなプロジェクトで13ステップありました。 参考までにこのテンプレートにはそれより小さいプロジェクトの勤怠管理アプリ開発計画例のシートを付けてあります。それをご参考にしてみてください。次の第3段階が扱う情報を最後のステップから確認していくです。第2段階で出てきた各ステップでどういう情報を扱うのかを書き出していくのですが、 この作業を最後のステップからやり、そこから最初のステップに向けて行っていくのが重要なのです。これを最初のステップから行いがちですが、それをすると、おそらく必要だろうとか、あったら便利ぐらいの情報を入れていくことになり、実際は必要ではない情報も入ってきます。そこで最後のステップからこの作業をすると、自然と必要のないデータを考えることがなくなるのです。この部分がこのテンプレートの最大の特徴なのです。 各ステップで扱うデータを書き出したらその右にそれを出力するアプリの画面名を書きます複数のアプリを作る場合はそのアプリ名も入れてくださいそしてその隣の列に各データの出どころとありますがこれはユーザー入力か前のステップからか外部のデータベースからかのどれかになりますもし外部のデータベースからですとそのデータベース名も書いておきましょう これにより扱うデータがすべてアプリに集約されることを確認するのです。これをすることで、例えば新規のユーザー登録をするステップが必要だったとわかり、そのステップと画面を加えたりします。行を加えたいときは、その場所の行全体を選んでコピーし、その上で右クリックして、コピーしたセルの挿入を選んで、内容を変更してください。 この第1段階から第3段階までを対象業務の責任者や作業員と話し合って完成させます。この作業をしっかりやれば、次の第4、第5段階は開発者一人でできて、その後に実際のアプリ作成作業に貼れます。次の第4段階が各アプリ画面の設計をするです。第3段階でアプリの画面名を書き出しました。それを重複なしで最初の列に書きます。 その時にこの画面名の抽出ボタンを押してください。それを自動でやってくれます。次に各画面で作るコントロール名とそのコントロールで扱う機能とデータ名を第3段階でやった情報を見ながら書き出していきます。もし空欄行が広い時はこの上部空欄行非表示をクリックしてください。するとその余分な空欄行が非表示になりスクロールが少し楽になります。 戻したいときは同じセルをもう一度クリックしてください。これは実際にその作業をしたものですが、参考までにいくつか見てみましょう。最初の画面で部署名を一覧するためにギャラリーコントロールを使います。ここにコントロール名列でダブルクリックとあります。それをすると、 この小画面が出てきて入力したいコントロール名でダブルクリックすることですぐにそのコントロール名を入力できる便利機能です。表示するデータは第3段階からコピペして持ってこれますね。そしてそのデータを保存しているデータ名を次の関連データベースの列に書き、ここではそれを部署データベースとしています。 その次の5つのコントロール名の前に内部とくっつけています。これはギャラリーの内部のコントロールだからです。最初の編集アイコンの機能として編集モードに切り替えると書いておきました。次の2つは編集モードにした時にユーザーがデータの変更ができるコントロールが入っています。そして保存アイコンを使って編集内容を保存します。 この時にデータベースにつなげるので関連データベースの列に武将データベースと明記しています。この作業を全ての画面でやることで画面の設計が終わるのです。もちろん実際に画面の作成を進めていくともっとたくさんのコントロールが必要になるし他の検討事項もたくさん出てきますがここではデータベースの設計をするのに必要最低限の画面設計をしています。 これ以外のことは画面作成作業をしながら検討した方が効率がいいのです次の第5段階がデータベースの設計をするですここでも便利機能がありこの DB 名の抽出ボタンをクリックしてください先ほどと同じように関連データベース別に書いたデータベース名を重複なしでこの段階の各セクションに持ってきてくれます 次に各データベースの全データの列名を横に入れていくのです。ここでも便利機能があって、このセル内右上の赤印でコメントがあるので、それを読むと、隣のセルに全列名の文字列を入れてダブルクリックすると、区切り文字で区切った文字を右へ分割します。と書いてあります。わかりにくいですが、やってみるとわかります。例えば、部署 DB にはこの3つの列名が必要です。 これをコピーして、さっきの隣のセルにペーストして、そこをダブルクリックします。すると、あなたのテキストの区切り文字を入力くださいと出てきました。ここでは、独点を区切り文字にしているので、それを入れて、OK します。すると、このようにそれを分けて各セルに入れてくれるのです。これを全てのデータベースでやります。 次のシートのこれが残りの部分を完成させたものですが、シェアポイントリストをデータベースとして使う場合、リスト名や列名を日本語で入れると、パワーアップスやパワーオートメイトでそれを見た時に文字化けをしてしまいます。そこで半角英数字とアンダーラインを使うようにしましょう。ここではそのデータベース名の英語版をデータベース名の横に書きます。また各列名の下にもそれらの英語版を書いていきます。 そして最後のデータ型ですが、第5段階の題名のところにデータ型行でダブルクリックと書いてあります。それをすると次の小画面で簡単にデータ型を入力できるのです。これを全列名でやったらデータベースの設計の完成です。そして最後の便利機能が上の Excel テーブルの作成ボタンです。それをクリックすると 新しいシートに各データベースの構造の Excel テーブルが出来上がっています。ここに書いていますが、メニューバーのテーブルデザイン、エクスポート、テーブルをシェアポイントリストにエクスポートを使うことで、簡単にこれらのテーブルのシェアポイントリストの作成もできるのです。 このテンプレートを2年くらい前から使い始めましたが、アプリ画面とデータベースの変更作業を激変させたし、ユーザーとの競技時間もオーバー幅に減らすことができました。このテンプレートは有料ですが、満足保証でご不満でしたら30日以内にメールをいただければ返品いたします。この動画の概要欄にあるリンクからお気軽にお試しください。 最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら下のいいねボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。また関連ビデオをクリックしてご覧になってみてください。それでは。